欧州最大の原子力発電所ザポロジェがこのほどロシア軍の攻撃を受けて火災が発生していますウクライナのクレバ外相は今朝未明の2時30分ごろロシア軍は欧州最大のザポロジェ原子力発電所を全方位から発砲し原発で火災が発生したもし爆発すればチェルノブイリの10倍の被害が出るロシア側は直ちに攻撃を中止し 消防士が安全地帯を確立できるようにしなければならないとツイートしましたザポロジェ原発付近のエネルゴダル市のドミトロ・オルロフ市長はテレグラムの投稿で原発はロシア軍による早朝の攻撃を受けて炎上したがその被害状況は今のところまだわからないと述べました原発火災は続いているが消防士が火災位置に到達できないと明らかにしました ザポロジェ原発襲撃のニュースに対し、ウクライナの政治評論家であるメラニア・ポドルヤク氏は、これはロシア軍が行った別の核兵器攻撃ではないかとの見方を示しました。ロシアは核兵器を使う必要はない、ザポロジェ原発を爆破すればよいのだとツイートしました。